第66回「ニフクラエンジニアミートアップ」今回は初心者サーバー管理者が最低限理解した方がいい SSHSSLVPN などセキュリティの対応について学ぶという内容でした富士通の統合セキュリティアプライアンス IPCOM の中の人や多彩な飛び入りゲストも参加して大いに盛り上がりました全セッション終了後に行われた 恒例の QA セッションの模様をご覧ください。Q&A いきたいと思います。で、兼高さんがいなくなったんですが、姉崎さんが来てくれたので、代わりに答えてくれるんじゃないかと思います。<laughs> <laughs> <laughs> はい、いきましょう。で、まずこれ、私のですね、これもさっき見ました。はい、あの、ホスト証明書って書いたの間違いです。ホスト公開鍵ですね。はい。あと、まあ、あのー、ご指摘の通り、 あの、初めての場合だけ送られてくるわけじゃないですね。2回目以降も送られてきてるんですけど、1回目は称号するものがないんで、フィンガープリントがあんな感じのメッセージが表示されて、えー、いいですかって聞いてきますと。で、イエスって答えると、まあ、ノンホスツってファイルに保管されますと。2回目以降は、 えっと、普通に接続している限りは、送られてきたやつはもうノンホストと称号して、えー、同じ公開鍵送られてきてたらですね、何事もなくパスフレーズ入れてって聞いてきますけど、なんか、送られてきたものが、あの、ノンホストと違う場合には、ワーニングが出てですね、接続できなくなるよっていう動きになるよと。なんか結構、あの、実験環境何度も作り直してたりすると、同じ IP アドレスとかでですね、あの、違うサーバーできたりとかしますんで、ですね。 まあ、警告出たりするから消すとか。まあ、そのあたり、えー、必ず通る関門かと思いますんで、このあたり、えー、びっくりしないようにという感じですね。はい。ご指摘ありがとうございます。もう直しました。さて、えー、次行きましょう。SSLVPN といえば、まあ、o ー e n v p n ですよね。有名なイメージですが、これ、どこに分類されるのでしょうかと。どこ これは、えっ、ー、と、SSLVPL に分類する <laughs> じゃなくて、<laughs> そういうことじゃなくて <laughs>、これはどう答えたらいいんだなんか、質問された方がもう、<laughs> ちょっとっっ <laughs> 追加、<laughs> すいません、これちょっと追加でお願いします。<laughs> また後ほどってことで、はい。ですね。 えっと、まあ、https のような上位レイヤーで暗号化されているプロトコルが主流になってくるけど、まあ、上の方ですね。VPN のネギ薄れてきますかってことなんですけど、これ、どうなんですかねそんなことはないかなって思いますけども。ただ、そんなことはないと思います。ち、ね、ゼロトラストの話とちょっと似てるけど、<laughs> ね、この間やったように、その境界型、 セキュリティがなくなるわけじゃないよねっていう話ですよね。ある意味ね。はい。なので、まあ、あの、ケースバイケースかな。まあ、これも一応には言えないところですかね。はい。多分なんかゼロトラスト的な話でいくと、うん、VPN とかファイアウォールとかいらなくねみたいな議論もあるかと思いますけど、そんなことはないですと。まあ、例えば拠点間のね、ネットワークをガツッとつなぐとか。 いうようなので、下のレイヤー繋ぐケースとかはあると思いますよ。とはい、どんどん行きましょう。これ、チラッとさっき、はるきさん見てたんですけど、SNMP v3、うん、確かに私も結局、なんか、設定したことはないなと思うんですけども。実際については。はもう、皆さんの感触通りだと思いますね。あの、使ってないと思ったらもう使ってないとは思いますけども、ただ、設定忘れはありますね。セキュリティ的な話をすると、 あの、V3 動いてるんで、まあ、何かこれでやりたかったんじゃないっていう設定はそれは見受けられます。まあ、使ってるかどうかで言うと、うん、ちょっと僕もそんなに経験がないので、ごめんなさいって感じですね。まあなんか管理の都合もあってコミュニティ名変えてたりっていうのはまああったりはするんですけどね。なるほど。そうです。ね、コミュニティ名もなんか。ここ ちょろちょろ変えるかどうか問題もあったりするんですけど。そうですよね。はい、管理が煩雑になるから、もうなんか全部、<laughs> うはい、もう全部パブリックにたい。<laughs> <laughs> 結構乱暴なケースもありますよね。そうなんですよね。うん、はい。なんかパブリックに変えれない機器とかも一部あったりとかもしますので、はい、はい。はい。うんうん、確かに。で、は、す、い、ね。とは。 AES 非対応、d s 暗号化のみありがせ製品が避けた方が良いのでしょうかそうですね。これ避けた方が良い,いと思いますね。ちょっとこれが何の製品かっていうのはわからないんですけど、うんそ、そういうのがあるんだなっていうのは今、ちょっとびっくりですね、うん。なんかオールドな感じはしますよね。そうですね。なんかギリギリですね。バージョン3に対応してるけど、AS 非対応っていうのが。ええ デス暗号館ってトリプルデスですかねこれ。DES の、あ,ののあれですよね。DES を単純にしてるっていう。うんなんか、うん、すごい、オールドファッションな匂いがしますね、これね。そうですね。あの、まあ、なんか、我々セキュリティ業界的にはその DES と、あと CBC モードでなんか、はい。でし、ね、しか使えないような暗号アルゴリズムの製品はちょっと弱って。 弱いですよっていうのはお伝えしているんですけども。うそうですね。はい。まあなので、セキュリティ的に考えれば <laughs> 古いので、ちょっとやめた方が、避けた方がいいですよというところですね。そうですね。はい。どんどん行きましょう。i k V2 のみでしたけど、i k v V1。<laughs> これも、うん、もう、 使わない方がいいんじゃないかなってことになりますかね <laughs> 答える人が誰もいないっていう感じです。うん、これも、うん、実際、古い機器で V1 しか使えないヤマハのうにゃうにゃとか、はいね、ありますけど、<laughs> 趣味として使うならともかく実務で。 考えるとちゃんとしたの使おうっていう気はしますよね。これも肌感覚で判断かなっていう気がします。ニフクラの VPNIPV6 接続対応していますかこれは、誰も答えられない。<laughs> 今いる人では <laughs>。これちょっと保留。<ー>これどうだっ だったかなうんちょっと保留ですね、はいはい、ちょっと保留しておきましょう。はい。えー、プロキシーをサイトごとに設定する拡張を入れて設定したほうがいいのではないかとは思います、これああ、まあそうですね。あの、f i r e ッ o x のプラグインとかで、あのいろいろ、まあ、プロキシー設定変えたりとかできるツールとかもたくさんあって、あの、クローム向けにもあるんですけども。 かつ、えっと、はい、かつですね、あの例えば、プロキシーパックの話されている可能性もあって、えっと、まあ、えっと、接続先ごとに接続するプロキシーサーブを変えるといった設定がですね、まあ、プロキシーパックといったよく、あの、属性的な名前でですね、設定することが各ブラウザー可能なんですけども、はい、あの、はい、もう本当にニーズごとだと思ってはいます。はい。あの、 そもそも論で言うと、うんなんか、発信元の IP アドレス、よくなんか業務でね、お客さんから、はい、<laughs> あの、絞りたいから、IP、あの、発信元 IP 教えろ、みたいに言われて、はい、まあ、うちなんかの場合だと、えっと、まあ、オフィスのグローバルがあるので、一回中に入って、そこからの折り返しで出してみたいな。<お>ただ、若干、それ意味あるんですかって感じることもありますよね。<laughs> が尊いですね。はい、非常によくわかります。で、えーね、うん。なんか ppap の次が、うん、橋本的制限かなって。僕は個人的には思ってます。はい、うん。ただまあこの辺もうん。はい、なんかいろんなテクニックあるから回避することはできるからう,、ね、うん。実質的にそれって本当に意味あるんですか？って議論になんかなってくんないかなって個人的には思ってます。て えっと、あ、これなんかさっきのやつへの、うん、議論へのコメントですね。まあ、レガシー以外はほぼ IKVR 使われてないですよね。RTX1100 とかね。<laughs> <laughs> はい。オープン v p n c といえば SSLVPN の L2 フォワード一番近いのではって、まあ確かにそうかもしれないですね。うん。なんか、うん、細かくは経営なく、分類しなくてもいいかなって感じで。あの、 僕はやってます。<laughs> すごい適当な回答になってますけど。あと、あの、ワイヤーガードと併用してますね。防衛者の場合には。あの、緊急時の場合とかに、ワイヤーガード用意してたりします。はい。えー、っと、こちらの踏み台になってグローバルで s サーバーでどこに設置してます、あ、か、はい はい。あの、ご自身の持っていらっしゃる、あの、リナックスサーバーで結構でございます。はい。はい、そうですよね。はい。あれは、さっきの図の中で言うと、真ん中にいた、あの、ポート転送しているやつは、ど、はい、どこでもいいよ、ね。どこでもいいです。はい。はい。で、まあ、そいつに対して攻撃されると、もともと意味がないから、えっと、ちゃんとやりましょう。ってということですよね。そうですね。はい 今日参加したされてる方々、何かしら自分自身でリナックスサーバー、どこかしらで立てていらっしゃる方々が多いかなと思っています。はい、ですね。うん、あと、さっきの、えっと、議論のコメントですね。VPN の意味、だんだん変わってくると思いますが、なくなりはしないかなという気もしますが、どうなんでしょうねという。た多分拠点間の公衆 VPN。 インターネット VPN みたいなのは、まあ、継続的に使われる可能性はあるかなと思いつつですね。男性、はい、昔よりも回線費用が格段に安くなってきて、専用線とかも引けるから、うん、っていうのもありますし、うん、ですね。はい、あとは、これは追加のコメントです。ゲートウェイポーツにはいろいろあるぜっていうことで。 何があのそうです、ねはい。あのー、さっき説明ではイエスノーだけですっていう話しましたけども、はい。あのー、もう一個別のオプションもあるので、そうですね。はい。あの、いいご指摘だと思います。はい。ねえ、えー、っと、はい、んあえー、っとですね。<laughs> はい。えー、っと、真ん中、もうちょっと下かな。はい。まあ、これ、ゲットポーツ、イエス。はい、さっきの話ですね。はい。 クライアント SS かバインドアドレスを指定可能する前のゲーティウェイポーツ、クライアントスペシファイド。はい。と、これと可変ってことですかえっと、そうですね。あの、えっと、バインドアドレスを。そうですね。可変ですね。はい。それね。はい、まあこれだから、イエスにするともう0000に単純に。 フルバインドするってことですかその通りです。はい。のなので今日は、はい。あのー、先ほど全てっていう話をしましたけども、はい、はい。これで、えっと、まあ、個別で指定がすることができますね。ですね。はい、なるほど。はい。はい、あの、ちょっと開始の前に言った通り、あの、参加されている方がどんどん答えてくれるっていうのが、リフクラエンジニアミートアップの <laughs> 特徴なんですよね。はい。ありがとうございます。リフクラの VPN、IPV6 対応してないです。 ああ、V6 対応はしてない状態ですね。はい。わ、はい、かりました。ネットワークは V6 対応ですよね。そうですね。ね。はい。まあ、そこは、じゃあ、あの、適当なインスタンス立てていただいて、自分でっていうパターンもありかなと。うん、IPV6、私もよくわかってないから、一回エンジニアミートアップで取り上げましょうか。<laughs> V6、IPV6 超入門ね。うん。はい。 あ、さっきの質問いただいた方ですね。はい。s s v p n の V に抜いて、プロキシ方式、エルツあ、ありましたね。はい、はい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 。いう意味では、っていうことで、さっきの方の、ですね。はい。ですね。ブラウザー不要と言っても、えっと、OpenVPN だと、あの、例えば、 あれですね。あの、うち Mac だからトンネルブリックとか使ってるんですけども、これだから、ブラウザーで何かするってことじゃなくて、下のレイヤーが、あの、例えば HTTPS を通すライブラリとか叩いてって見えないだけっていうパターンだってありえますよね。そこはあんま気にしなくても良いかもしれないな。すいません。適当な答えをするなって感じですけども。<laughs> なるほどね。そうですね。 ただまあ、あの、分類が、あの、大事なケースもあると思いますんで、これ、ちょっと、宿題ですかね。オープン v p n のネタとかもそのうちじゃあ、ブログの方、なんか書いてみてもいいかもしれないですね。まあ僕が書くわけじゃないんで結構気軽に言ってますけども。はい。あの、全然、あの、話、乗っかりついでだと、あの、 オープン VPN とかワイヤーガードとかって結構こういうちっこいね、あの、ホテルルーターみたいなやつで、これなんだっけ ?GLI ネットってことでちょっといただきものなんですけど、こういうちっこい、あの、SBC を使ったやつで動いてたりとかするので、こういうのをハックして遊んでみたりしてもいいかもしれません。はい。あの、サーバーガッと立てなくても、 あの、USB で動く。<laughs> ここに挿すだけみたいな感じのやつが、あの、売ってたりするので、こういうので遊んでみても面白いかもしれませんね。はい。というわけで、お、ちょうど時間、ほぼほぼ時間通り、えー、終わりました。今日は非常に私がちょっとオーバーしちゃったぐらいで、いい感じに収まりました。ですね。盛り上がりましたね。うん、ちょっと、皆さんの期待がどの辺にあったのかっていうのが 最初読めなかったんですけども非常にたくさんご質問いただいてどうもありがとうございます。ですね。この動画が面白いと思った方は是非「ぜひ高評価」と「チャンネル登録」をお願いします。X の公式アカウントもフォローしてくださいね。